薄紅のコスモスが秋の日の何気ない、あ、どうも、信州山形村の魅力を世界に広めたい隊長のゆじっちこと大西裕次郎です。はい、信州山形村のことは皆さんもご存知ですよね。松本市の南側に隣接する長野県で一番小さな村で、中央に日本アルプスサラダ街道が通り、蕎麦や長芋、ブルーベリー、様々な農産物の栽培が盛んな、近年は松本市は市場印のベッドタウンとしても人気が高いと、とても便利な村です。いやー、秋ですね。信州の秋、新蕎麦の季節でもあります。この山形村にもですね、たくさんのお蕎麦屋さんあるんですけれども、本格的なお蕎麦屋さんから、いわゆる蕎麦食堂的な定食や、丼物、そういったものがこうたくさんある、地域の皆さんに愛されているようなお蕎麦屋さんもあるんですね。今回はそんなお店をご紹介します。いいよ。ね。だよ。そしてやってまいりました、こちらですね、手打ちそばの川上屋さんです。行ってみましょう。はい、お願いします。入れちゃって、はい、いいですね。
ありがとうございます。これあれですか、もつ煮、はい、ちょっと面白いですね。結構うちでも人気ですね、もつ煮は。ちょっと焼いて感じですか。一応じっくり煮込んで、はい、その後ちょっと炒めるフライパンで。初めて食べました、めちゃくちゃ美味しかったです。なんかね、人気があって結構もつだけ食べに来る人たち結構多いですね。今ばあちゃんから始まって3代目で、だから60年ぐらい。いや、美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お客さんからの要望で、もつもおそばも両方食べたいっていうお客さんがやってて、もつでぶっかけっていう、そういうメニューも作り、ご飯とあとおそばも、おそばもついて、ああ、それも一番あれですね。それはお客さんからのご要望で、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。ダメだもん。川上さんでした。はい、というわけでございまして、今回は山形村にあります手打ちそば川上屋さんにお邪魔いたしました。いやー、美味しかったですね。新そばになった手打ちそばで、ボリューミーで卵たっぷりのカツ丼で、何よりね、もつ焼き、もつ煮か、もつ煮なんだけども最後に、炒めてあるんですね。ですので、こう焼き目なんかがついてて、めちゃくちゃこう香ばしいんですよね。あれがね、ご飯は進むし、ビールは進むし、まあ、ノンアルだったんですけども、めちゃめちゃ美味しい。ちょっと珍しいですよね。初めてじゃないかな、ああいうのは。で、お蕎麦ね、もう新蕎麦でね、香りが、いいんですけども、今回は、ね、山形村の特産の長芋のとろろにつけて、とろろ蕎麦で食べちゃいましたね。はい。で、お店の方もめちゃくちゃいい方でございました。アットホームな村の蕎麦食堂、ぜひ行ってみてください。はい、今回も満腹ジローイジッチです。女子春日和の穏やかな日は、あなたの優しさが、あらららら。